皆さん、こんにちは。2010年から29歳の新人グラビアアイドルとして注目を集め、映画やテレビなどに活躍の場を広げていったタレント壇蜜さん。一世を風靡した壇蜜さんですが、現在はあまり活躍を見かけませんよね。そこで壇蜜さんの現在について調査してみたところ、なんと病気により余命宣告を受けているようなんです。一体どういうことなのでしょうか。そこで今回は壇蜜さんのこれまでの生涯を振り返りながら、9月16日に更新された自身のブログにて明かされた衝撃の今と、余命宣告されたという病気の真相について調査しましたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ。壇蜜さんは1980年12月3日秋田県生まれで、昭和女子大学卒業。大学時代にはアメリカボストンへの留学を経験し、また日本語の教員免許を取得したものの、就職活動がうまくいかず服部栄養専門学校へ通学。調理師免許を取得し、和菓子工場、銀座のクラブでホステスなど、さまざまな職業を経て、和菓子店の出資の際に知り合ったという知人の死をきっかけに、総裁の専門学校である日本ヒューマンセレモニー専門学校へ通学を始めます。遺体衛生保全士資格を取得するなど、聞けば聞くほどさまざまな経歴を持つ壇蜜さん。タレントとして活躍を始めたのは29歳のことでした。28歳の時、当時付き合っていた彼と別れました。私は彼に対する面当て半分、自分に自信を備えたいという願望半分で、ゲーム龍が如く4伝説を継ぐ者のオーディションを受けるというトリッキーな行動に出ました。とひょんなことからキャバ嬢役で出演することとなりました。当時は芸能界へ進出しようとはあまり考えていなかった壇蜜さんでしたが、イベントスタッフから、こういう仕事楽しいでしょう、続けてみませんかと声をかけられたのをきっかけに、強い関心を寄せ、記念にという名目で2010年3月に週刊スパの一般公募型グラビア企画、美女タレント発掘プロジェクトドル箱に余っていたプロフィール写真を送付。それを見た編集部が、タレント事務所に入ったらどうかと事務所を紹介してくれたことで、グラビアデビューを果たすこととなります。こうして2010年に29歳の新人グラビアアイドルとして注目を集め、映画やテレビなどに活躍の場を広げるタレント俳優となっていきました。またプライベートでは、2019年11月22日桜井有吉座夜会での共演がきっかけで交際していた漫画家の清野徹さんとファンクラブ限定公式サイトで結婚を報告。公私ともに順風満帆な生活を送っているように思えました。しかし壇蜜さんはここから徐々に体調を崩していくこととなります。2023年3月29日水曜日パートナーを務める大竹まことゴールデンラジオでラジオを途中退席。4月5日の放送も欠席して、4月12日の放送で体調不良のため当面休養することを発表しました。原因としては家族の死去とペットロスが重なったことで心身のバランスを崩したと発表しており、4月から番組を休み、7月5日約3ヶ月ぶりに復帰しましたが、8月9日体調不良のために再び欠席。その後12月6日よりようやく復帰となりました。復帰当日オープニングで、ごきげんよう壇蜜ですと挨拶。大竹まことさんから3ヶ月ぶりくらいと聞かれると、2世紀半くらいとおどけるなど、明るいスタートでの復帰となりました。壇蜜さんはこの1年を入院もして病院にも通って、今までで一番長い1年と振り返っています。ロマンザ。また壇蜜さんは2024年1月1日自身のブログを更新し、体調や今年の目標などについて思いを綴りました。2回目の入院、
退院から3ヶ月ほど経過して2024年を迎えましたと書き出し、去年は時間の流れが本当に長く感じた1年だったように思います。病院にいる時間が長かったせいもありますねと当時を振り返っています。入院のきっかけについては、頭がだんだん混乱して、まるでパーティーで使うようなクラッカーがパーンと割れてしまったような感覚に陥ったのを覚えています。と10回、家族や医療関係者、仕事の関係者らからの助けを得つつ、一人じゃない、焦らない、今できることをすると自分に言い聞かせながら生活を進めていきたいと考えていますと思いを綴っています。さらに、きっと長いこと付き合う病気だと覚悟はしています。現状維持、低空飛行をしながら少しずつできることを増やして生きていけたらなと今は考えていますと、できるだけ落ち着いて向き合おうとする心境を明かし、まずは入院しないを目標に掲げますよ。ラジオとナレーションの仕事は今のところ続けていけそうですと、現時点での自身の状態を見極めていました。しかしその後、壇蜜さんの所属する事務所フィットの破産が報道されるなど困難は続きます。露出もかなり減ってしまったことから、病気により余命宣告を受けたと世間では話題になっていましたが、壇蜜さんは9月16日敬老の日にも自身のブログを更新、現在の体調や健康についてその思いを綴りました。壇蜜さんは2024年9月16日、おじいちゃん、おばあちゃん、いつもありがとう、これからも元気で長生きしてね、このフレーズを最後に書いたの、いつだったろうとぼんやり回想、そんな敬老の日を過ごしていますと投稿しました。続けて、小学生時代は母の日、父の日と同じように学内で敬老の日に向けて、おじいちゃん、おばあちゃんに感謝のカードを作りましょうタイムが設けられていたので、毎年カードに上記のようなフレーズを書いていた記憶はあります。中学生以上になると、父母に連れられて祖父母宅へ馳せ参じ、花束やらケーキやらでささやかなるお祝いをしてきたようなと当時を振り返りながら綴っています。その後、自身の体調不良について触れた壇蜜さん、現在43歳の私、昨年心身不調により1年の 30% 以上を入退院に費やし、多額の治療費を使い、身内に散々心配&迷惑をかけた今思うことは、元気で長生きってかなり難しいですと、その思いを吐露。続けて、若い頃は想像もしていませんでした。心身不調や失職以外にも、身内に様々なアクシデントが生じたり、国の事情に生活を振り回されたり等々、軽くイメージしただけでも難所は多種多様と綴っています。私の祖父母はもうこの世にはいません。今後、目上の身内たちを見取り、一人になったらどう生きるかなんて考えたりもします。信頼できるかかりつけ医がいて、日々まあまあそれなりに家事をこなせて、喋り相手がゼロではなくて、あちこち痛いつらいが少ない生活ができたらいいなと、とりあえずは元気と聞かれたら、おかげさまでなんとかやってますと言えるような毎日を目指しますと、その思いを明かしていました。いかがでしたでしょうか。不運な事情が続き、またコロナなどのパンデミックにも精神を飲み込まれていった壇蜜さん、社会情勢が変わって自死に追い込まれてしまった芸能人も多いことから、一つ一つの事情が壇蜜さんにとってどれだけ大きく重くのしかかっていたか想像もできません。しかし、現在は病院に通院しながら少しずつ穏やかな日常に戻りつつある様子、自身の心と向き合ってまた芸能界に完全復帰したい時が来たら、その活躍をまた応援していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。